はい、大丈夫大丈夫。よいしょよいしょと。ハモル、どうも、紅茶ガーデンです。いや、チモシーがですね、売っていなくて、モルモットってメインの食事がチモシーっていう草、牧草なんですけども、それがですね、最近近頃売ってなくて、やばい。我が家はモルモットがたくさんいるのでね、箱買いしないとかなりね、高くついてしまうんですよ。ペットショップとかで袋に入っているチモシーとかだと 500g で500円とか 1kg で600円近くしてしまうんですけど、段ボールならね 12kg で5,000〜6,000円とかで買えるので、うちは段ボールで購入してるんですけど、それがね売ってないっていうね。ミルちゃん大変だ。我が家は一番狩りのチモシーをあげているんですけど、そのね一番狩りがないんですよね。ボクタンお家帰る？そろそろね。ボクタン、あ、帰らない。ボクタン嫌なの。嫌だけど帰ろうねもうだいぶ遊んだでしょあなた。はい、どうぞ。一番狩りがねないので、じゃあ別のタイプにしようということで、久々に US チモシーをね購入してみました。ただね US はなんかね、やっぱ一番狩りと比べて質がね微妙なんですよね。なんで今チモシーが全然ないのかなって言ったら、フォロワーさんが教えてくれたんですけど、まず中国が2月になるとお正月みたいなんで、それで中国便が減少することと、あとよくわからないんですけど、出航する日本向けの直行便がスケジュール調整で大幅に減少してるとか、あとカナダとかバンクーバーら辺は強風とか積雪とか、それでターミナルが閉鎖してる日が増えてて、1ヶ月以上日本向けの定期便が欠品してて、輸送量が低下するって書いてありますね。まあ難しい文章がすごい並んでいるんでね、気になる方は調べてみてください。ということで今回は久々に US チモシーを購入してみました。果たしてちゃんと食べるのか心配ですね。で届いたのがこちら US チモシー、いくらかな、5000円か。値段見てきます。US チモシー一番狩りプレミアムダブルプレス10キロを4533円で購入いたしました。なんで1キロ453円ですね。安い。意外といいじゃん。あ、意外といいね。なんか昔買った時は結構ね茶色かったんだよね。茶色くてなんかちっちゃいみたいな、いい感じですね。ただ表面だけもしかしたらいいのか。いや、そんなことないな。ここの層を見てみると、うん、なんか普通に綺麗なチモシーじゃん。クオリティが上がりましたね。これなら US でもいいかも。ただなんかあんまり茎がダブルプレスだから結構柔らかそうだね。うちもねなるべく硬いチモシを与えたいんで、2番狩りとかは絶対あげないですね。理由は歯の病気になってしまうんで、
なるべく硬いものを食べさせてます。おかげさまでうちの子は誰も歯の病気はしたことがないです。じゃあちょっと US チモシー試してみる？カフェくん試してみますか？どれ？どうぞ。 US です。多分若干味違うんじゃないかな。あ、食べてる。あー、食べてる食べてる。よかったよかったよかった。オレくんが乗り遅れてますね。うん、普通に食べてますね。おいしい。 US ホームセンターで購入したチモシーを今入れてたんですけど、こっちのをわざわざ食べてくれてますね。10キロあればね、我が家では1ヶ月持ちますんでね、しばらくこれで安心できそうです。チモシーが手に入らないなって思う人は、よかったらね US チモシーダブルプレスとか買ってみてはいかがでしょうか。美味しいね。いいね。ダブルプレスだから食べやすいでしょね。えみるちゃんが見とる。みるちゃんが見てるよ。みるちゃんがすごい顔で見てる。珍しくケージかじってる。なかなかね、うちの子たちかじらないんだよね、女の子たちは。よっぽどチモシーが食べたいんでしょう。レトちゃんはね、触らせてくれるんですよ。でもね、カフェくんとタルちゃんはめっちゃ嫌がります。タルちゃんはね、触ったら急いで逃げると思います。カフェくんも嫌だよね、触ったら。あ、大丈夫だ。あ、逃げてった男の子たちは帰っていただいて、はいはいはい、帰っていただいて。じゃあちゃう、そっちじゃない。はい、どうぞ。ラジちゃん、ラジちゃんも参加しようね。ほい、ラジちゃんも。ラジちゃん、ラジちゃん家帰っちゃってる。家帰っちゃった。ラジちゃん、ラジちゃんおいで。チモあるよ、チモ。ラジちゃんおいで、ラジちゃん。あ、モカくんが泣いてる。モカくんがおいで。ラテ、お、来た来た。ラテちゃんほら、 US チモシー。ラテちゃん、ラテちゃんほんとマイペース。ケージの中にチモシーあるけど、わざわざこっちで食べてます。あ、ラティちゃん、あ、ラティちゃん来た。うん、ラティちゃんも食べてくれてます。評判がいいですね、ラティちゃん。ラティちゃん食べてください。チモシー食べてください。あ、食べた。見えないんだけど見えないんだけど寄ってきちゃった。おじいちゃんうまい。これから US にするか。 US の方がお財布にも優しい。少しだけ
最後までご視聴いただきありがとうございました。よければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。